みません、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございます、またお願いします。嫁さんの母親なんですけど、はい、ラーメン屋をやってたんですよ、まあ、母親もお父さんもラーメン屋をやってて、でそこの唐揚げがすんごい美味しかったんですよ。これラーメン屋にとどめとくだけじゃまずいと思ってでこれは僕が売ろうと、皆さんにこう食べてもらおうとっていう気持ちでまず唐揚げを始めました。そのキッチンカーでやってた時に、その時はもう軽トラで、やっぱもうお店の中っていうのもちっちゃかったん でフライヤー1個しか置けなかったんですよ。ちっちゃいフライヤー1個だけで、お客さんをこう来ていただいた時にフライヤー1個でさばけない状況っていうのは多々あったんですよ。で仕込みとかも並行してできなかったし、で売り切れっていうのもやっぱ多々あって、ちょっとこれはどうにか解消しないといけないなっていうので、じゃあ自分のできる範囲内で何ができるんだろうと思った時に、自分の家の土地を使って、あ、ちょっとお店にして、規模感少しだけでも大きくして、お客さんになるべく届けれるようにしたいなっていうので、このまあ店舗型っていうのにしました。あー、なるほど。ラーメン屋の辛いです。あー、レシピもあります。で、これがオリジナルで作ったその醤油、これすごい美味しいんですよ。まあ、僕が唐揚げ始める前からすごい美味しいと思って、で、まあメニューを教えてもらって、で受け継いだものはこれになるんですけど、これをじゃあ美味しい、超えたいっていう気持ちがあって作ったのはこの塩なんですよ。唐揚げ4つ入ってて、でご飯もめちゃめちゃ大盛りに持ってるんですよ。これ波なんですけど、あ、でさらにもう、そう、これから大盛りに盛ると米がこんなになります。あ蓋閉まらないんで。
と、はい、行きます。そうなんですよ。はい、お待たせしました。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしく。
Thank you.
唐揚げ4つ入りのボリューミーな唐揚げです。お召し上がりください。当店は地元に愛されるお店作りを心がけています。で、唐揚げに関しては唐揚げ一番でしか食べられない独自性のある唐揚げ作りを心がけて頑張ってやっておりますので、ぜひご来店ください。地元の農家さんから直接仕入れさせていただいてます。値段も控えめでボリューミーな唐揚げ弁当がお召し上がりになられます。営業時間が11時から1時がお昼の部で、15時から20時までが夜の部です。で、月火は定休日でお休みしております。